枚ぐらいですか。じゃあ、これ持ってあれないですか。本日はご参拝ご苦労様でございます。どうぞこの会に皆さんのお気が重なさい、この実現を祈ってくださいますよう、それが実現いたしますよう、心よりお祈りいたします。どうもありがとうございます。Thank you.
ありがとうございます。やりました。まあ、もういただきましたけど、何なんですか。あのトロハイシの石を触ることもできる。この石が、結局、トラス禅がこだわったときに石がだんだん落ちてきた。それで、今、蘇我の十郎、蘇我五郎十郎になって、今日は十郎さんの、まあ、昔で言う盆栽業ございませんけど、トラス禅のところに泊まりに来たときに、漁師かけられたときに、耳跡とか他なんですけど、ありますけど、その時の耳輪の傷があるんですね。で、それでこれが刀の傷が左側なんです。それで身代わりの石と言われてるんです。あ、そうですね、うん、そう、柔道を守ってくれた石と言われたの で、はい、で、やっぱり江戸時代の版画の中に虫が半分に描いてるんです。善人は持ち上がります、悪人は持ち上がりませんとか、違いますからね。で、その時の弓矢が、向こう側の弓矢ですね。場所はね、今ここですけど、昔は松田、右側の松田っていうある業者があります。あの辺がちょうど繁華街だったんですよ。で、昔はね、あの辺からも完全に海が見えたんですよね。今は見えないんですけど。だからこれがその側の辺りが、本来なら36枚になってきた。この本物は、これはコピーです。この年代の時は本物を持ってます。全部通ってません。こういう、なんていうか、伝説的なことになっちゃいますからね、難しいんですよね。だから平拍子に前の名詞って言われてね、あいつに言わせると、そらそら、静岡御殿が鎌倉で前にしました。ではその時一人じゃないんですよね、新幹線が。芝拍子必ず何人か。そのうちの一人だっていう人もいるんです。だから実際に歴史の中でいろいろ語られるんです。本物かどうかわからないんですよね。これが五郎十郎の三つ目ですね。これがね、その仇討ちをする時の鬼面状、面状。ええ。それで虎御殿が歌ったこれ歌ですね。この漫画の。そうです。ああ。よいしょ。